君も大好き、僕も大好き、ミステリーちゃん。はい、というわけでございまして、国内ミステリー書評番組ミステリーちゃん、2023年10月号その2でございます。い、書評家の若林文です。すげー熱恋でございます。とはい、はい、やっぱり動きやすい季節になりましたねこれもうすぐすぐ寒くなっちゃうんですよね。そうだ ね、うん、秋が短い。本当そうそう、はいはいはい、どうでしたかこの10月というものは。はい、ですね、これはもう多分これが公開されるぐらいにはもう解禁されてるかなと思うので、はいはい、言っちゃっていいかなと思うんですけど、はい、新世代ミステリー作家担当、はい、2021年ね、刊行した今までの新進ミステリー作家とか、うん、トークイベントを、まあ、集めた、新世代ミステリー作家担当なんですけど、うん、まあ、そのシーズン2をですねまとめた書籍が来月刊行します。おお、来月出るんだ。はい、ね、はい、ですね、一応のところ予定したのが11月の22日頃ですね。11月、ああ、はいはい、うん、あとはちょうどこれ収録してる時の1ヶ月後です。もうじゃああれ考慮してるんだね。あ、もう考慮はしてます。あ、なるほど、うん、考慮はしてます、うん、あとは正式に書誌情報とかね、うん、解禁するのもあるという段階なんですけど、うん、まあ、タイトルはもう決まったんでもう言っちゃってもいいかなと思うんですけど、新世代ミステリー作家探訪、本当はね、イベントやってる時はシーズン2っていうふうに言ってたんですけど、はい、ちょっとね、シーズン2だと続編の意味合いがあまりにもちょっと強く出すぎるから、うん、初めてね、手に取る人にも徹底にね、取りやすいようにしようねっていうことでちょっと変えたんですね。新世代ミステリー作家探訪、旋風編となりました。お、じゃあ途中で打ち切りになるのかなそれは一冊仕事人5、一冊仕事人5、旋風編ですね風雲流行編になるよ途中モンドが左遷されるよさらにそう、デモンヒデのね顔が浮かんだ人はあなたその必殺好きですね。川中美雪のね僕あの主題曲好きなんですけどねまあね、あれはいい、いいですね、あれはいい主題曲ですよ。後期でもね、なかなか名曲のうちに入る。そう、ただまあ内容がちょっとね、まあね、激闘編からね、あまりにもちょっと変わりすぎて、そうでしたね、激闘編が素晴らしかった、まあそれいいんだけどさ、まあ何のことか分かんない人はウィキペディアで必殺仕事人5をくぐってるだけ、まあ確かに必殺シリーズのやつもあるんですけど、はい、ちょっとイメージしたのは、森月凛太郎さんのミステリー塾が、うん、疾風編とかね、ふうに言われてるので、ちょっとね、まあ、前巻で森月さんからちょっと推薦をいただいたのもある、うん、まあ、そのイメージもありますし、なるほど、あとは今回、まあ、取り上げるというか、まあ、のイベントを出てたシーズン2に出ていた作家さんの名前を挙げてさせていただくと、うん、一人は朝倉明成さん、はいはい、五十嵐律人さん、うん、桜田智也さん、うん、日部聖華さん、うん、今村正弘さん、うん、今野天竜さん、うん、白井智之さん、うん、坂上泉さん、うん、井上真紀さん、うん、そして塩谷健さんっていうね、もう例えば五十嵐律人さんとかもう塩谷健さんとかはコロナ入ってから2020年以降のデビュー組なので、そうですね、うん、割とこう私にとってはさらにね新しい作家さんを、うん、今回ゲストにお招きして、まあ、いろいろちょっと楽しい話をしてたので。うん、まあ、そういうね、旋風のごとくね、はい、今後活躍していくだろう。だって白井智之さんなんかね、収録した時はまだ本格ミステリー大賞とか取ってなかったんですけど、そうです、うん、まあ、また活躍されてる方非常に多いので、まあ、そういうね、旋風のごとくこう巻き上がる、うん、風のごとくとかね、活躍していくイメージということで、うん、旋風編と名付けさせていただきました、はいはい、というわけなので、まあ、発売後に直後ぐらいにちょっとイベントとかも用意してる、うん、する予定なので、まあ前回に続き、まあ、デビュー10年以内のね、子供のミステリーを支えてくれる才能、才能とか人たちにね、どういうふうに思い抱いて創作されてるのかというところをぜひとも皆さん味わっていただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。ちゃんと締め切りは守ってよ。俺も君鼻こんなことして言うことじゃなくてみんな守るんだよ。えみんな守るの。
え？だって本出るじゃん。いやもう出るけど、さっき締め切りを受け守ったよって。僕はちゃんと守ったよ。うん、だって言うけど、うん、いかなるものも僕は落とさないですよ、ね。うん、落とさないと いかなる戦いも負けたことがない学生なんで、なんででもなんであんなに大阪とかに行ってくるんだ。大阪に行こうが何しようが守ってんだからいいんだよ。カムチャッカに行こうが何しようが守ってるんだから。わー、すげえ学生人スタイル。いかなる戦いにも負けないですよ。まあまあまあ、じゃあ22日がね、はい、来月22日は楽しみですね。はい、まあ、今年はなんかすごいあのミステリー関連の評論の、ね、関する本が結構ああ、そうですね、色々出ているので、はい、あの、いろいろ出ていると思うんですけど、はいはい、あの、そのうちの一つとしてね、あの、ご覧になっていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、じゃあ2冊目いきましょうか。はい、じゃあ、私の2冊目はですね、ちょっと今生配信があったですね、今村雅弘さんですね、はいはい、ディステル、文系春秋です。はい、で、まあ、今村雅弘さんといえば、あの、詩人層の殺人というね、あのデビュー、あの、うん、第27回鮎川哲也賞と、ね、受賞作でデビューして、うん、まあ、あのデビュー作で、本格ミステリー大賞も受賞し、その他のこのミステリーがすごいとかもね、もう席巻した、あの、検査に昼子シリーズという、ね、うん、あの、この詩人層の 殺人に始まる、剣崎切子シリーズというので、あの、これ東京創芸社から出てると3冊、あのシリーズ が今までこう目に書かれてきたものなんですけど、うん、テレビドラマのネメシスの脚本協力者のネメシス、あ、ありましたね、講談社大会で、ね、あれは、まあ、いわゆるメディアとの対約作品みたいなものが、うん、まあ、あれを除くとですね、実は東京創芸社以外で、書いた長編小説というのは多分初めてですね。そうですね、はい、うん、なります。でこれさっきその白井智之さんのエレファントセットをこう紹介した時にあらすじが一切説明できなかったじゃん。これもね同じなんだよ。これ難しいね。難しいんだよ ね、 難 し、 ね、難しいんだよね。で、あの、これね、あの、帯にあのマヤさんと豊さん、折り紙業者さんと仙貝さん、仙貝明之さんね、うん、あの、帯分寄せてて、まあ、いろいろこう書かれてるんだけど、うん、まあ、まあ、そこに誰も読んだことない怪談推理と書いてる、うん、怪談推理とか書いてて、まあ、怪談は出てくる、うん、で推理も出てくるんだ、うん、本当は以上としかだけ終わらせたいぐらいなんだけど、うん、まあ、それだとちょっとあの どういう話かっていうのが分からないので、ちょっと基本設定だけ、はい、基本設定、はい、基本設定、うん、で、舞台となるのはですね、あるそのちょっと山間部、やや山間部に位置する、小道間小学校というね、あの小学校がある、うん、ちょっと小さな町です。はいはいはい、三笠山という山を背にしてですね、うん、その子供小学校というのは80年以上の歴史がある、うん、学校として、まあ、ちょっとまあ、あの、ちょっと地方 の、 あの、いわゆる田舎的な、あの、ところもあるような、あの、ちょっと小さな町にある小学校かなです。で、主人公がですね、語り手は俺こと木島雄介というですね、うん、小学校6年生の、小学生なんですね。で、それが、あの、その木島雄介がですね、あの、夏休みが、あの、明けた後に、まあ、2学期始まるというですね、うん、で、まあ、出てきてですね、あの、クラスのね、あの、学級 の、 あのクラス会あるじゃないですか、うん、あの、なんとか委員とかなんとか委員とかあるじゃないですか。あれ気味でですね、刑事係というのにこう立候補するんですね、うん、で、刑事係って何かというと、要はあの学級新聞とかってあるじゃないですか、壁新聞、そうそうそう、壁新聞、ね、そうそうそう、うん、いわゆるその壁新聞にの担当なんですね、うん、で、なんでこれ、あの、俺やりますみたいな感じで立候補するんです、こうやって、うん、で、なんでこんなに、あの、木島、あの、ゆうすけがですね、あの、こんな立候補するかというと、うんうん、すごいオカルトが大好きですね。そうオカルト大好き小学生なんですよ、うん、で、オカルトのですね、記事が書きたくてしょうがないから、壁新聞に自分の新聞が、あの、オカルト特集をするためにですね、立候補するんですけど、実はですね、もう一人ですね、ここにやりますっていうふうに言い出したのがですね、うん、それがですね、畑野さつきっていうので、はい、で、あの、畑野さつきがやるって、私も掲示板係に立候補しますって言い出して、うん、クラスを騒然とするんですよ、うん、なぜかって言ったら、畑野さつきってその学級委員とかね、全員とも務めてるような優等生の子で、うん、決してこの、なんていうか、こういう壁新聞をやるとは誰も思ってなかったんですよ、うんうん、
で、え、なんでっていうふうに戸惑うんですけれど、その鳩の子、結局そのですね、鳩のあのさつきとですね、あの雉真のゆうすけが、うん、壁新聞のね、あの刑事係になるんですけど、うん、なんです。でね、その翌日の放課後、壁新聞のことで話したいんですって、ゆうすけを追いかけた、うん。で、あのもう一人ね、ハタさん、ハタっていう、うん、女の子のね、係になって、うん、3人、係になっている、うん。ハタのミナね、ハタケミナね、うん、ハタミナね。で、じゃあどういうふうな特集をやろうかみたいな話をしてたんだけど、うん、突然ですね、ハタの番、七不思議は知ってるっていうんです、うん、で、どうやらこの、奥里町っていう町の名前なんだけど、ここにですね、奥里町の七不思議というのがこう伝えられていて、ゆうすけもこれ好きだったら、オカルト好きだったらこれ調べればいいんじゃないのって言って、うん、オカルト好きのね、この木村ゆうすけとその優等生のね、鳩のさつきと、あともう一人、鳩という女の子が、じゃあその七不思議調べようかっつって調べ始める、うん、っていうところが基本設定。そうですね。言えるのはここまで。そうですね。で、ここだけ聞くと、うん、あ、じゃあなんかその階段にまつわるその謎みたいなものを小学生が追っていく。地獄先生ヌーベル。地獄、そう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 、うん、地獄先生。まさしく。そう、そう的な、いわゆるその学校の階段ブームとかで流行ってた頃の、そうですね、いわゆるちょっとジブナイルの、うん、あのジブライルのテイストがある、うん、そういう冒険物語なのかっていうふうに思うじゃないですか、うん、間違ってはないんだけど、間違ってはないんだが、さっき僕が説明した後の以降のあらすじを読んでいくとですね、何これ、何を読まされてるの、うん、っていうところ自体がね、次々と起こるわけなんですね。で、一応さっきちょっと僕が怪談推理って書いたんで、うん、一応これもちゃんとミステリーってあります、ミステリーの要素っていうか推理はちゃんと出てきます、うん、出てくるんだけれど、今までのですね、今村雅弘さんが書いてきて、剣崎秀子で書いてきたような、いわゆるその本格謎解きミステリーとはちょっと違う味合いを、もしかしたら皆さん味わうかもしれないと思います、うんうん、で、それは何かって言ったら、もうまあ、剣崎秀子シリーズで試してたことっていうのは、本格のミステリーをの要素を使って、いろんなことを要素をぶつけることによって、本格ミステリーの謎解きが持つ可能性みたいなのを拡張させる試みをやってたわけじゃないですか。うんうん、これはですね、ちょっと違ったアプローチをしているんです。そうです、うん、で、どう違うのかってことは具体的には当然言わないんですけれど、うん、いわゆるその、ここのところを読むと、今村雅弘って、あ、本格謎解きミステリーっていう形式とか、いわゆるその形式とかが持つ、可能性と、いわゆるその逆の、弱点とか問題点についてものすごいやっぱ、うん、研究されていて、それはですね、非常に実は変な話というか、こういう話になるよっていうところに実にうまく混ぜ込んでるとか使って利用しているっていうところの、うん、ジャンルを地質しながら、全くそれ予想外の物語を作り出していくっていうところに対して非常にうまく当ててるところがですね、今回のこのディスペルという作品の肝であり、同時にすごい面白いところだと思うんですね、うん、ちょっとこれもまたエレファントフレット同様なかなか具体的に言えないところですね、歯がゆいんですけれど、まあ今まではね、また違う今村さんのこう味わいというか、うん、別のアプローチをねしてきたなっていうふうに思いました、ね、ある意味すごい挑戦してると思います、うん、先週今村さんちょっと対談で会ったんですよ、うん、対談の司会僕したんで、うん、やっぱりジュブナイルの感じで読まれちゃって、うん、ジュブナイルとして、うん、なんていうか、こう低年齢層向けに見られちゃってることによる、うん、なんかリスクみたいなのがあったっていうことをおっしゃってて、そういうふうな、この表紙もね、登場人物を見て小学生だから、そういう印象を持たれると思うんだけど、まあその辺は今村さんがやることだから単なるジュブナイルではないということはまず言っておきたいことですよね、うんうん、あと、今までと全然違う物語の形をしてるんですけど、すごい感心したことが2つあって、1つは議論をするんだけど、話の中でその議論がね、面白いんですよ、うん、どう面白いかというと、なんていうかな、こうどうすればフェアな
議論ができるかということをずっと話をするというね、そういう部分があるんですよ。これはね、いろんな名探偵論とかにも関わることなんで、どういう議論がミステリーだから成り立つかという小説でもあるかと思います。もう一つは、なんか構成がすごい上手い、うん、最後の方ね、あとこんだけしかページがないんだけど、これどうなんだろうっていうの展開になるんですよね。どういうふうに終わらせるのか、最後の方をよく分かんないんだよ、うん、読んでてね。これいつ終わるの、もうこんだけしかページないんだけどと思ってると、ちゃんと綺麗に終わるんですよ、はい、これがね、やっぱ今村さん の構成力の高さを示してると思いました。物語作家として非常に語りがうまいね、うんうん、すごい確かにね、これどうなるのって思うんですよ最後で。なんだけど、あ、うん、そっか、こうやって修練してあするんだっつって、うん、うまくまとめるんだよね。そう、うん、だからもう最初は読んでてすごくなんかね、宙吊りにされてる感覚がすごくあるんだけれど、 でもそこはね、うまく まとまってうん、収まりがいいなっていうふうに思います。そうですね、うん、やっぱり今村さんの自力の高さというかね、うんうん、ミステリーじゃなくても多分書ける人だと思うけど、うん、これをミステリーの方に応用して書いてくださってることを感謝すべきで、ね、うん、こんだけちゃんと物語作家として能力がある人が書いてるということをやっぱ感謝してみたいなと思いました、うん、面白かったです、はいはい、というわけで、まあ、これもなるべく自分知識なしで読んでくれればいいかなと思いますので、小学生が出ます以上壁新聞を書かず、ね、以上っていう感じ、この3人が出てくる、うん、なんだけど、まあ、ちょっとね、今までない試みもしてますので、はいはい、ぜひそこら辺交わっていただければなと思います、はい、今村雅彦さん、ディステル、文芸春秋でした、はい、じゃあ私も怪談というかお化けの話をまあね、これがまあ分厚いぞこの厚さだ。ぬえぬえしぶみ、京極夏彦さんの百鬼夜行シリーズのこれ長編いくつ目だ、うぐめ毛量胸骨鉄装、なんだ、女郎雲も、うん、で塗り仏が2つあって、うん、おもらきジャミがあるから、まあ、塗り仏が2つとか2作と勘定したら、うん、9作目だけど8作目になるのか、うん、第8長編にあたるものです。もう何年も出るって言ってて、なかなか出なくてね、講談社も早く出したいなと思ってたと思うんだけど、ついに出ました、17年ぶり、予告から17年ぶりか、うん、もう中禅寺秋彦、関口さつみ、小葉修太郎、あと N.T. 礼二郎の4人がですね、帰ってまいりましたという作品です。いや、もうね、これだけで読みたい人はよくだろうから、うん、これ取り上げなくていいかと思ったんだけど、一応言っておきましょう。まず、ヌエです、うん、この百鬼夜行シリーズ、まだ読んだことがないという人もいらっしゃると思うんで、一応念のために言っておくとですね、これ妖怪小説なんですよ、はい、で毎回、その妖怪に、即した、構造になってるのね、うんうん、で、その傾向はですね、塗り仏の宴あたりからかなり、顕著になってくるんですけど、こういう妖怪だからこういう話の構造っていうようになるんですよね。で、例えばどういうふうな意味があるかっていうと、おもらきの傷っていう塗り仏の次にあるものと、産めの夏はね、一部登場人物は共通するんですよ、うんうん、なんでかっていうと、両方鳥の妖怪だから、うん、鳥の妖怪を描いてる以上は同じ登場人物が出てくる必要があるというような、共通の仕方なんですね。で、例えば、その下の箱っていうのもちゃんと意味があって、うん、毛量の箱の箱はね、箱の小説なんですよね、うん、構造体の話なんですよ、うんうん、というように、産めだったら夏でうだるように暑い中、ただでさえ不景気な関口辰巳がですね、幻覚見るような暑さの中でうだるような男になってしまうという話だったりするわけですね。で、今回は石踏みです、うん、口皮っていう言い方があります。口皮ね、口の石踏みで、つまりね、石踏みっていうのはね、過去から携え残されたものなんですね。過去から残されたものを、
現在の人間が見てどう思うかというのは石踏みなんですよ。あのだから公費っていうのはあの過去あの言い伝えのですね、なのでこれはねあの過去から現在に託されてしまったものに対する小説で、だからヌエなんですよね。でヌエっていうのは伝説上の、皆さんもご存知かと思いますけど、源の頼光が、退治したと言われている、平安時代に、平安京を脅かしたとされている、化け物ですね、顔は猿、体が虎、尻尾が、蛇というね、いう化け物なんですけれども、そのいろんなあの動物のキメラなので、この小説はキメラになってます、うん、つまりヘビ、トラ、あ、タヌキも言うんだ、ヘビ、トラ、タヌキ、サル、ヌエの章が、交互に出てくる話なんですね、うん、だからヌエ、いろんなものが交互に組み合わされていく形になっていて、だから並行して物語が進んでいきます。で、一つは、殺人、舞台は日光なんですけど、これ日光であることにはどんな意味があるかっていうのは、日光マニアの方にはもうあのご存知かと思いますけど、僕はあの歩いて日光まで行ったぐらいの人間なんで日光はですね、あの非常にあの輪王寺と日光東照宮と二荒山神社というですね、3つの聖域が合体したですねキメラなんですよ、日光というのは実はね。だから日光なの、ここきっと。でまあ、その キメラというのは、日本 の, その神仏集合のですね歴史にもあるので、まあ、これが例えば、まあ、比叡山延暦寺でも成立するんじゃないかと思うんだけど、延暦寺はね、あの比叡神社でもありますから、うん、ただ日光東照宮とあの二荒山神社、二荒山と輪王寺はですね、もっと複雑な結びつきをしていてですね、というような話が、輪王寺の境内から発掘された古文書の鑑定をする、中禅寺秋彦、古書誌京極堂の主の口から延々と語られますここが面白いんだ、ね、これが面白いんですよ、このパートがね、僕は実は一番面白いもういつまででも読んでいられるこのパート、まあね、まあこの百鬼夜行シリーズの、まあ、特徴でもあるけどね、うん、そこそれで、まあ、事件の方を言いましょう、うん、京極堂はね、基本的にこの話の中では、うん、ずっと古文書の鑑定してます、ね、延々としてます、うん、もう本業の話ずっとしてるんですよ。で、関口とかが血迷って相談しに行くと、うん、俺は忙しいみたいに追い払われたりします。で、関口は何をするか、同じ、あ、ここね、舞台になってる日光に榎木瀬次郎のお兄さんがやってるホテルがあるんですよ、うん、でそこに、関口は泊まってるんですけど、うん、そこで久住というですね、久住かな、久住という、劇作家が泊まってるんですね。でその劇作家と、関口は知り合うんだけど、うん、その久住は自分 の, 客あの部屋付きのメイドさんが、お父さんを絞殺したという、うん、記憶を持っていて、それがためにもう死にたいと思っているという話を打ち明け話をされて、その打ち明け話のために久住は悩んでるんですけど、その久住の話を聞いて関口もよせばいいのに首を突っ込んでしまい、またその悩むことになるんですね。これがあの、関口の章ですね。で、小橋太郎の章はですね、小橋州の知り合いの刑事が定年退職をするんですけど、その口からですね、あの戦時中に、謎の事件があったと。これはどんな事件かというと、日比谷公園に3体の死体が放置されて、それをその刑事が見にあの調べに行ったところ、しばらくしてその死体が消えてしまっていたというですね、謎の未解決事件の話がありまして、この事件のことが気になってしまい、小橋州は、追うというのが小橋州パートです。で、この他にですね、えのきずはですね、何もしないんですが、えのきずの舞台、マスダパートがありまして、マスダはバラ十字探偵社に依頼人が来ます、うん。その依頼人は何かというと、薬局をやっているあの男性がですね、行方不明になってしまいました。で、その男性はどうやらお父さんが日光の山中で命を落としたことがありまして、何かを調べてたらしいと。その縁もあって、その男性もどうやらそのお父さんのことを調べ回ってたらしいということが分かるんですけど、その男性の婚約者である薬局で働いている女性の依頼により、増田もあの事件に関わることになるんですね。主にこの3つの事件です。主にこの3つの事件でね。
でこの他に過去の事件で関係した何人かの関係者が日光に吸い寄せられるように集まってきてですね、お前も来るのかみたいな人も来ます。あんたも来るの。そして来ないやつも、釣り堀やってる鳥口とかですね、あいつとかもあの何らかの形で関与して、ほぼオールスターで、ほぼ全員がですね、この事件に関与して、あの日光の日光にですね、みんなが集まってくるという話ですね。まあ、このぐらいかない。まあ言っていいのは言っていいんだけど、まあどこまで言ってもいいけど、どこまで言ってもいいんだけど、どこまで言っても、本筋とほぼ関係ないから。そう。あのすごいのはね、これものすごい分量でしょ。で、いっぱいね、いろんな仮説が立てられたりするんですよ。なんだけど、最後に中禅寺が出てきて推理するパートがね、実は、ね、結構薄いの。京極堂がね、すべてひっくり返すようなことを言い出すんですよ、最後に。ここが面白い、めちゃめちゃ。なんかそう、ミステリーとしてはね。まあ、そうだね、なんか、大集結な感じという、うん、まあ、17年、待った回はありましたよっていう。みんなの英知を集めたところに京極堂がやってきて、関口はまた間違ってるし、めちゃくちゃいいです。そしてこの一冊をですね、ぜひ京極夏彦ファンの方は読み逃さないでいただきたいんですけど、なぜかというとですね、ラストがものすごくいいからです、うん、もうものすごくいい。これはね、このシリーズというか京極さんの作品を追いかけ続けてる人にとってのね、ボーナストラックみたいなラストが待ってるんですよ、うん、これはね、もう絶対言わないけど、京極さんのファンの方だったらもう涙ちょちょ切れるぐらい嬉しいはず、うん、むちゃむちゃいいラスト、で、あとは、日光とか神仏集合とかにですね、関心がある人には民族ワークとか大好きな人とかね、まあ、この作品はもう京極さんが今までやろうとしてたことの集大成に近いぐらい完成度が高いですね、うん、過去 の, あ の, 最, あの最高傑作と言ってもいいと僕は思いました。シリーズ、僕も もちろんシリーズ読者なんで評価も高いし、今年出た中で一番好きな小説ではあるんですけど、それを抜きにしてもこんだけね、アクションとかないのに、そう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 、ずっと話してるだけなんですよ。そうそうなんですね。これさ、さっきその木場修のさ、アートとかも、はい、まあ起こってる起きたその過去の事件とか、うん、興味は引かれるけど、でもそこだけ抜き出すと、そこまでフックのある話じゃないかなさそうなんで、ないない、だけどミステリーとしてこれを追っていくとですね、どん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 読みちゃうよ。そう、これそう、しかもみんな会話してるだけなの。そう、アクションはね、ほぼないです。そうそう、劇的に何かがこうなんかこうバーンと展開され、そこから何かを追っていくっていうことをしてない、うん、してない、みんな会話の中でそういうふうなね、なんか成り行きになって、気がついたらね、なんかいろいろ追ってるものがあるっていうふうな構造をしてるんだけど、いや読ませるわ読ませるわ。そうそう、これこんなにね分厚いけど全く退屈するとこはなくて、まあ、僕が日光とかに関心がありすぎる人間だっていうこともあるんですけど、なんていうのかな、物語の面白さってプロットのね、そのこういううねりもあるとは思うんですけど、会話の密度で読ませるものもやっぱり中にあるんですよ、うん、でそういうタイプの小説を極めたようなものなんで、なんていうんですかね、時間をかけてじっくり会話とか味わって読むとね、こんな面白いものはないです。で、この登場人物だったらこういう風な朝こういう会話をするだろうみたいなところがちゃんと、ね、うん、計算されていて、これはねやっぱキャラクター小説のね、そう、熟練、そうそうそう、熟度が上がってるからですね。そう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 、うん、こういう風な、なんかそのこういう能力がありますからとか、そういうアビリティの話じゃなくて、うん、こういう風な性格でこういう風なことをしてるから、こういう会、この同士でこういう会話とかこういう行動をするだろうっていう風な、ことをちゃんと立てた上で書かれてる会話です。書かれてるから、そこで読ませるっていうところです。はいはい、本当に素晴らしいと思いましたし、うん、これで打ち止めになっても別に文句言わないと思いましたが、次回予告が入ってます。ね、これね、次はね、山彦のうち家ですね。山彦。山彦か。次山彦なのか。山彦なのか。あともう一個だけ、これネタバラしならないように言うんだけど、これね、最後中禅寺明彦がさ、最後全部持っていくって言ったじゃないですか、うん、ちゃんとね伏線があるんだよこれ、うん、ものすごく大胆な伏線が張ってあって、
あ、ここ気づかなかったわと思ったけど、うん、まあどんな伏線か言わないんですけど、読んで、何が伏線だったのか分かんないっていう人は、過去の読み終わってから、読み終わってから過去の、ノベル賞をね見比べてみてください。一発で分かる、うん、読み終わってからね、読み終わる前のに読む前にやらないで、読み終わってから過去のやつを見比べてみると、これかと思うことがしてあります。そのぐらい大胆な伏線、こんな伏線の仕方見たことないよ俺は。そうだよなと思ったの。まあまあね、はい、まあ気になったら本当に読んで、読んでください。はい、絶対損しないと思うので、これのために一月くらい読書時間を使っても損はしないと思います。本当面白いのでぜひ読んでいただきたいと思います。京奥さん、やまびこは何年後に出るんでしょうか。17年は勘弁してください。やばいよ、はい、来年とは言わないんですけど、なるべく早めに出していただけるとありがたいです。というわけで、ぬえぬえしぶみ講談書ノベルズ、京奥のつくでございました。くのみでした。